大嵐山は、静岡県田形郡神奈美町と伊豆の国市の境にある山。山頂は神奈美町側に位置し、標高は191メートル。別名を非、森山と呼び、地元ではこちらの名称の方が定着している。仮の川脇の登山口から山頂まで800メートルほどの登山道があるが、舗装はされていない。頂上は非、 森山公園として整備され、展望デッキが置かれている。東方向の眺めが良く、富士山や箱根山、丹那山地や田形平野が眺められるが、西方向はほとんど展望はない。また、約70メートルの長さのローラー滑り台があったが、老朽化のため撤去されている。なお、登山口には駐車場と、水道、トイレが整備されている。山頂の展望デッキ双眼鏡は、 無料大嵐山は、沼津アルプスの東に隣接しており、東隣の茶臼山などとともに、俗に、奥、沼津アルプスの数峰として位置づけられている山である。西の太平山を通り、西浦山地の北端である、カヌキ山へ歩くこともできる。なお、太平山方面から根熱帯で、金山、若宮山、大嵐山へ歩き、さらに隣の茶臼山まで踏破したい場合は、 山頂の日、森山公園を囲む柵に、切れ目がないので登山道が見つけにくい。山頂からの眺め。左は、足高山の裾の、中央は、箱根火山。右のなだらかな稜線から膨らんだ箇所が黒竹。下を流れるのは、仮の川。中央部が、神奈美町の中心街。雲がなければ、左端に、富士山が見える。仮の川河川敷より西浦山地の山々。 右に、大嵐山。ありがとうございます。